皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、新作なんですが、キングダムダッシュというゲームの面白さ、ゲームシステム等を紹介させていただいた後、最後にガチャを引いてみようと思います。そんな動画となってますので、よろしくお願いいたします。まあ、こちらの新作ゲームなんですけれども、まあ、原作漫画、そしてテレビアニメ、そして実写にもなったキングダム、あのキングダムのキャラクターたちが、まあ、小さく可愛いデフォルメキャラクターとなって、実際に、まあ、爽快な進軍を戦うというようなゲームになっています。まあ、進軍ゲームというふうに考えていただけたらいいかなと思います。まあ、一種のタワーディフェンスみたいな感じですかね、ジャンルとしましては。そんなゲームとなっていますので、今回はそのゲームの面白さ、こんなんが面白いよということを、ゲームシステムをね、これから紹介しようと思いますので、よろしくお願いいたします。まずこちら、キングダムダッシュのホーム画面になるんですけれども、まず実際にどんな戦闘システムなのかっていうのを説明をしていきたいと思います。まず武将なんですけれども、こちら見ていただいた通り、まだね、ちょっとレベルは全然低いんですが、歩兵、騎馬、そして軍師等のね、種類のゲームになっています。まあ、例えばね、こちらのキャラクター五方明なんですけれども、五方明なんかはね、こういう弓系の武器を持っていまして、遠くから撃つ、チク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 攻撃してくれるタイプとなっています。そしてこちら、主人公のシンですよね。シンなんかだと、こういう騎馬に乗ってまして、敵に突っ込んでいって、敵を攻撃するタイプというふうなものにもなっています。またちょっと歩兵タイプということで、これは春明というキャラクターなんですが、走っていって敵を攻撃するタイプというふうなものになっています。まあ、実際にどんなもの なのかっていうのは見ていただくのが一番いいのかなと思いますので、早速なんですが、ゲームの戦闘画面をまずお見せしたいと思います。じゃあこの合戦から行こうと思うんですが、まあ、どこでもいいんですが、例えばこの辺から行きたいと思います。まあ、武将選択っていうことで、まあ、自分がね、使いたい武将を選択するんですが、まあ、それぞれの戦闘システムというかね、そのキャラクターによって性能が違いますので、その性能を合わせたものになる必要があります。そしてこのシステムなんですが、出撃レベルというものを上げていくと、このようにポイントが加算されていきまして、ポイントが加算すると、このようにそれぞれの出撃ポイントに応じたキャラクターを出すことができます。まあ、そのため誰を最初に置くのかというものを置く必要があります。まあ、歩兵とかね、騎馬によってスピードが違ったりするんですけれども、前衛に敵を止めておいてくれてる間に後衛をそらっていく、またこの出撃レベルポイントを貯めていくっていうことが、まずこの戦闘システムにおいては重要になってくるかなと思います。まあ、このようにね、ある程度敵を倒した場合は、今度味方キャラクターがどんどん前に進んでいってくれるんですよね。で、進んでいってくれて、一番後ろのこの旗持ちの陣、この旗持ちの陣が交代させられてしまい、最終的にやられてしまうと、こちらの負けになります。結構シンプルですよね、ゲームシステムとしては。もう考えることはあまりありません。だんだんレベルを上げていき、最終的に最後のゴール地点までたどり着けば勝ちというようなものになっていますので、出撃レベルを上げれば上げるほど、この出撃ポイントがたまる速度が上がっていきますので、自軍のキャラクターがどれだけ押し込まれていないか、相手を押し込んでこの隙に上げれるかどうかというところを考えての戦略が必要になってくるかなと思います。まあ、そこまで今のところは考える必要はないんですが、まあ、後々になってくるとね、誰を優先してあげなければいけないのか、そして味方のこの兵たちのね、スキルとか、そういったものも考慮していく必要がありますので、結構後々になってくると戦略性が高くなってきそうな気もします。俺たちの隊の勝利だということで、これが一連のまず戦闘の流れになります。まあ、基本としてこれプラスストーリーが
入ってくるということになるので、ストーリーも楽しめるというようなゲームシステムになっています。まあ、直感的に遊べるゲームと言います。まあね、ジャンルとしては先ほどタワーディフェンスと言いましたが、昔からあるようなゲームシステムと思っていただければいいです。例えば有名なものといえばニャンコ大戦争とかね、そういった系列のゲームだと思っていただければいいかなと思います。とりあえず可愛いデフォルメキャラクターというのがもう本当にやっていて、あ、キングダムのキャラクターがこんなに可愛くなるんだなというところがやっていて楽しいです。まあ、すいません、キングダムはちらっと読んだことがあるけど実はあんまり詳しくないので、本編の話についてなかなか触れることはできないんですけれども、この中華の戦国大河ロマンというのが売りになっているこのキングダム、これを機に私はキングダムダッシュをやって、ぜひ原作またはアニメとのキングダムも見てみようかなというふうに思いました。ストーリー結構ね、面白いなと思いましたね、これ見てね。で、先ほどね、武将一覧というものを見たんですが、あとはまあ合戦出陣という欄がありまして、これは先ほど言ったようにストーリー、イベントスペシャル、サバイバルと進めれるものになります。そして武将登用というところを押していただくと、こちらはガチャになりますね。まあ、ガチャは最後に引こうと思います。そしてあと売店ということで、まあ、売店なんですけれども、それぞれね、このようにそのキャラクターを強化していくためのかけら、石等が手に入るもの、奇跡ですよね、手に入るものがあります。この戦果報酬はまだ交換されてないんですけれども、あと任務ですよね。まあもちろんスマホゲームなので通常の任務、デイリー任務等がありまして、これらを進めていくとガチャ席が手に入ったり、それぞれの経験値、強化素材のお金等が手に入ったりということがあります。まあ他のスマホゲーに比べてかなりさっぱりとしたような感じの UI になってますし、そこまで機能が多くないということで、比較的簡単に遊べれるゲームというふうに個人的には思っています。まあね、いろいろ考えなくてもさっと遊んでさっとキングダムが楽しめるということで、そういったサクッと遊べる爽快感を求める人にはぜひともやってもらいたいなというようなキングダムのゲームになっています。ということで最後なんですけれども、ガチャのちょっと見てみたいと思います。まあ、こちらピックアップガチャということで、提供割合の方を見ていこうかなと思います。まあ、星3キャラクターは 3% っていうことで、まあよくある感じですよね。だいたい 3% というのが多いと思います。まあ、先ほど私がね引いてる歓喜、そして5方面が今ピックアップで増えています。その他にもまあ教会、王鵬、盲天、異木、長刀、将兵区とかね、いろいろキャラクターがいますね。まあこれおそらくキングダムの中ではかなり有名なキャラクターたちだと思うんですけれど、すいません、ちょっと私があんま詳しくないので申し訳ない。まあこれらのキャラクターが手に入るようになっています。まあキャラ紹介ということでね、まあ詳細はこちらの方に書いてありますが、まあ、能力を大幅に上昇させるスキルを持ってますよっていうこと、まあ、移動速度とかね、攻撃力アップということがこの5方面にも書いてありますし、こちら歓喜については敵全体の移動速度を下げたりとか、優先してダメージを与えるスキルを持っているというものがありますね。まあ野党の艦回心率アップ、全体の移動速度 32.9% ダウンということで、まあ、味方の移動速度を上げたり敵の移動速度を下げるのがどういう風な効果をもたらすのかと言いますと、まあ、こちらのスピードが上がれば相手が攻めてくるまでの間壁になれる時間が増えますし、相手の移動速度が遅くなるということはこちらが詰められる速度が遅くなるということになるので、どちらも味方の旗本がやられづらくなるんですよね。まあそのためその間にレベルアップの経験値等を稼いで、まず味方の兵を強くしてから十分に進軍できるというところが特徴になるんじゃないでしょうか。その他のキャラクターはちょっと性能が見ることができませんので、このピックアップの2体をね、とりあえず皆さん狙ったらいいんじゃないのかなと思います。まあ自分はちょっとピックアップのね、キャラクターが来てるので、こちらの方の武将登用、まあ教会とか盲点等々のね、出ているこの2人を狙っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、10人登用、最後ガチャ引いて終わりたいと思います。どうだろうね、出るかな?ガチャ運がないことで結構有名なんですが、C
心配すんな、全部うまくいく。なんかカットイン入りましたね。いい感じかい。そしてガチャする場合、この登用する武将を選択せよっていうことで3択から選ぶようになってるんですが、特に何選んでも変わらないような気はします。残念ながらカットインしましたが、特に何もありませんでしたね。ランカイ、オギコ、ロクオミ、チョウト。お、チョウト来たけど星3ですね。星3チョウトだって。ちょっとこれな、原作見とったらもっとこのキャラは何々でっていうところが言えたんだけど、今度ねキングダム出してあげるまでには原作もしっかり読んでこようと思います。ちょっとスキルについては、老将の重みということで、10秒間味方全体のダメージ 13% 軽減。ああ、 13% 軽減か。まあまだね、敵のレベルがとかまだ難易度が低いので、そう簡単に味方がやられることはないので、後々になったら結構使えそうなスキルですよね。戻らぬ覚悟、体力が減ると4%アップ。花道、 50% 以下でダメージが 2.6% 軽減。結構防御寄りの性能を持ったキャラクター、頑固一徹長とですね。ということで、今回ざっとなんですけれども、キングダムダッシュの面白さ、そしてどんなゲームシステムなのかということを紹介させていただきました。結構気軽に遊べるタワーディフェンス系ゲームとなっていますので、キングダム好きの方、デフォルメキャラクター好きな方はぜひともやってみてはいかがでしょうか。ということで本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ今後とも動画生配信等でよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。まったねー。